なんか違う、違うとこで区切ってた。それでさ、聞いてよ、この前さ、我がホロライブは、あれじゃないですか。海外の人たちもたくさんよく見てくださってるじゃないですか。そしたらですね、朝ぼれの時間だよーっていう、ポルカの何気ない一言、朝ぼれの時間だよーっていうツイートに対して、翻訳日記が、朝ポルノみたいな感じで、すごいなんかレディットで反応してて、ポルノポルノっつって。あ、ポルノって、あんま、良くない意味か。朝ポルノ時間ですってなっちゃった。というわけで、今日は、